ようございます。新大実戦おそらく最終日3日目、メガカスのヤーマンです。今週は週末に大阪に撮影に行く予定がございます。なのでもしかしたら新大打てるのが今日この絵がラストになる可能性があります。前回と前々回の動画もう見ていただけたでしょうか。まだの方はご覧ください。なんとメガカスラッキートリガーでついにやることができました。こんなにラッキートリガーってすごいんだなっていうのを実感したのは初めてです。そして今日も買ったお金を元手にバイプッシュ、やるなら大きく勝たなきゃいけねえだろうということで199、前回の金ドンと同じスペックでこちらもラッキートリガー入れば期待値万発超えだろう。突入率 10% ぐらいらしい。やれるよな。俺はリングの恐怖よりも諭吉がなくなる恐怖の方が強い。怖いよ。でも最終勝負行ってきます。入金、まあ、カスタマイズ先ドーリング、まあ、今日10回検証ぐらいまで入れられたらいいなと。ラッキートリガー先読み演出もアップ、プレミアムアップ見ましょう。これで今日ねこの手落下もちょっといつかやりたい。さあこれでいきたいと思います。さあ始まりました、ラッキートリガーバージョントロイの7日間3。この台なんですけれども 199.8 分の1、ラッシュとフリーズが約 70% となっております。右打ち中の 10% 取ることができればラッキートリガー突入と、継続率 90% オーバーになるらしい。金度もすごかったですけど、この台もワンチャンより4万発とかもあると思います。ちょっと怖いけど刺激になって頑張ります。本日の応援よろしくお願いいたします。先取りなしで先読み来たんだけど。お、今金じゃなかった。さあただこの金系は強い。本当だった呪いの行方、ボタン連打で行く先を決めろ。個人的にはこの暑さでカラオケが見たい。やばい、カラオケストップできる。カラオケ、カラオケ終焉。画面の荒さが怖い。もうぶっちゃリアル、荒いと思ったらぶっちゃリアル。勝負出てきた。運命を引き寄せる扉が開く。え、え、扉が開いてる。空上光を引かねえ。扉が開いています。扉が開いてて怖くなかった。扉が開いて、扉開きからの当たり。しかも7。超リングボーナス。やばい、弾がない、弾がない。おそらく制限でしたが、今出しました。モードを選択してください。あ、脱出、脱出で脱出。弾を抜いてください。弾を抜いてください。ただ不接近。速攻で当たり引くことできました。もう何が起きてるかわからないぐらいの、これ握っちゃうとね、ドアが開いて音が消えます。何も怖くなかったです。ありがとうございます。知り合いを一発で入れてみせます。メガカスタム。
から脱出、いつものパターンだね。即当たりから演出パターン、何か起きてほしい。さあ緑系来た、発展だけでいい、来てほしい。よし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 、転敗すればリングはワンチャン。緑なら行くでしょ、とりあえず転敗。やばい、からのからのからのがない。頼む、継続率 73% だと聞いております。 73% 行ったりするはダメよ。メガカスタムがいけなかったのか。ある、ある、この先の運命はあなた次第。そりゃそうよ。残砲頼む、2、3。左打ちに戻して、扉が左打ちに戻してください。縮小でこれもう握っただけになるんだけど、一旦点数寄ります。治りました。そこさあ、赤ギジいる、すっげえ。おそらく今のヒットクルはノーマルパターン。出た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 、ようやく逃げることができます。待って、もう一回今のとこ。サドジュを操作してサドコの画面を停止できたら大当たり。当たってほしいんだけど怖い。さあ巻き戻しで、原力でまだまだ待機中。左能力で巻き戻し、巻き戻し、用意始め。はい、巻き戻し、今いたよ、今いたよ、間違いか。いや今いたよ。どうだ、あの小刻みね、これ YouTuber 的な小刻みで、あのいいところを探す、これ一つ YouTuber 的な感じです。 50% オーバー。おい、え、嘘でしょ、何だったの、赤木地だったよ。ダメなの、お、すごい。サダジュを握ってサダコを表示させよ。よう、始め。出てこいよ。呪いは伝播する。彼女に与えられし力、
よく手を泣き女に頼むか。赤からの赤ってどこだ。赤からの赤はい、呪ってください。当たっていい、呪っていいから当たって。呪われたら当たり、恐怖新聞です。やばい、これ 30% 引いたんじゃない。リングボーナス。もし予定が今回7じゃなかったら、こっから何か逆転的な。左打ち何もない、何も起きません。呪われたかも。呪いの先回。さあ、サキバレ3回目。これってもしかして。そう、今の俺です。不安。ゼロ点配。レイか、レイだ。このビデオって、まさに。あー、見たかったやつ。花子から？何？もしもし、聞こえる？電波はあるっぽいんだけどな。大丈夫だよな、カラオケだもん。さあ、カラオケの大当たり見たかったんです。もう3個目回ってる？回らない。今のは一体不安でしかないです。ただの、はい、当たるんですか、これ。呪われてるかも。いい加減当たろう。これってまさか、なにこれ。はい、イージーレーン。なし。あの、今まで偉人さんでも外れてたのに。くそ、何、こっから君は。呪ってくれよ、怖すぎる。これ先読め、先バレなしです。赤、こんだけ先バレがなかったのにあるのか。先バレない方が当たるんですか。
うね。先回りでこれ外しました。運命を引き寄せろ、さらに大きさを引かれ下来い。さすがに金砲は外さない。先回りがなかったということは初回は7に変わりました。来いよ 70%。嘘でしょ。70%。嘘でしょ。バコン。左打ちに戻してください。はあ？ちょっとここで一旦作戦会議していいですか。ここで一旦作戦会議。ここまでの打感的にやばいです。500回転ハマった今、先までも全然来ないし、通常時も何も起きない、呪われてるんじゃないかという自問自答を繰り返すだけです。 70% って言われてるのに3回今日ハサタリ引いて、まだ1回しかラッシュ入ってません。全然こうなってくるとドンちゃんの方がいいなと。300発何もなし駆け抜けはさすがにやばい。演出がむちゃくちゃ淡白で、よく言えばシンプル、悪く言えば眠くなるほど何も起きずつまらない、そういう状況に今なっております。このまま多分俺10回先まで耐えられない可能性すら今出てきてるんで、もしラッキートリガー入ったら10回いかずにやめるかもしれません。このまま続行して、とりあえずラッキートリガーに入れてまくって5万発出して帰りたいと思います。熱いパターンなんじゃないか。先バレからのノーバレ。展開からすぐさ奇数ということはさすがに7。選択してください。一切れできない貞子設定使わせてもらいたい。出たかった。さあさあさあ早めの速く当たり、速く当たりが見たい。長い長い。さあこんなやっと当たりなし。まだまだ4かけ抜きはダメ。3 2ダメ。きっと来るのに。きっと来るんです。ない。この先の運命はあなた次第。俺次第じゃ無理だ。いやー短い。電話だって。左打ちに戻してください。これでやめだったらやめるかもしれない。確認しなきゃ。嘘。何と判定。何だろうこれ。判定する。衝撃に備えよ。ジョブを手前に引いて正体を見極める。よう、始め。70% ならいける。いい加減頼む。連射して。
これ70%嘘だろ。レイルボーこれ呪われてるわ。投資が46,500。俺もう無理かもしれない。耐えられないか。これ当たるやつだ。サケプルからのコピー。もしもし。こっちだ。個人的にはこっちだったけど、こっちが見ない。こっちだよね。まあおそらく7回目ぐらいのバレー。白だけど肘なしのこのパターンは当たると思う。はい、嘘でしょ。いや最強リーチよ。先バレよ。不死少子そりゃねえよ。サドセブチャンス。俺なら当たる。サダを完成させろ。こっちだから。サダが完成すれば大当たり。ゴー。当たるよな。赤まで行ったら当たる。なんなんこれ。いく。これを最後にするつもりでいきます。7枚目。どれか、どこなの。うん、ここにあるはず。俺が選ばなかったもう一台。35,000発出てました。もうラストチャンスにして最後は当てて終わろう。こっちだ。何。もしもし。これがいい。これは外れる。運命の選択。はい。覚醒初代ヨイチ。ヨイチどうして。昔これ言ったわ。トマちゃんを見ろって。嘘。誰。見ちゃダメ。さあ電車からお願いします。青も。それでも先まで10回目だからカモン。ありがとう。ラストチャンス。はい。投資68,500円。ラスト。ラスト。もちろん最後流れのままに戦った。俺の言うか。ここまで3回出したいって1回も連チャンしてない。 73% 嘘かもしれない。でもきっと来るはず。いい。きっと来る。来ない。お前先バレでさ、先バレで3回しか出せない。いい加減にせよ。気を止めし。まあ、僕当たりはなし。いるらしいよ。本当に行くの。幅を出せ。どうなっても知らないよ。あの噂の井戸。頼む、8,000杯。本当だったの。よし。遠足。もうやだ。何言ってるの。初めて見た。なんかドキドキするね。周りもよく見て。いるいる。チャンス。チャンス。チャンス来るよ。もう少し前。
前に進めないよ。前に行く。右じゃない？チャンスの。さあ10%。臭い風吹きました。10%を取っていればラッキートリガー68,500円。だって初めての右打ち大谷、さあ先割れ10回目奇跡に起こす、本物狙え、来い10%。ラウンド、あるちょっとだけ今のが出てきたらラッキートリガー、全然やった長い、ラッキートリガーに入ればまくれる、ナンバープレートにナンバーなかったよ。サダジョブを前に押して井戸を覗き込む、これが一番怖い、ここじゃない、ただこのモードスライド当たらない、本当にあったんだ、ちょっと押さないで、赤文字ならいける、やばい、近い、いる、ねえ怖くない、井戸まで入るの、井戸まで入るの、井戸に入るのはおかしいだろ、よし、そりゃそう、おい、きっと来る、赤鬼来る、これは絶対来る、そろそろいいよね、ない、お、お、ない、いいよ、わーだけで当たる、何よ、いいよ、喋ってるよ、びっくりした、お前何なのよ、長くない、会話長くない、油断してるとびっくりしちゃうよ、びっくりしてるよ、え、この会話何もなし、全くまくれませんでしたよ、この台怖いわ、もう大丈夫です。さようなら。ませんでした、実践終了、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました、リング199ラッキートリガーバージョン、もう一生打ちません、4台入ってて1台数4万5000発ぐらい、これを打つなら僕はキンドンを打ちます、なんじゃこれ70%突に、俺にはそんな風に感じなかったよ、最後の継続率のラッシュが最初の方にあったら体感違ったのかもしれない、ラッシュ中、ラッキートリガー来るんじゃないか来るんじゃないかは、楽しかったよ。でもな、きっと来る、きっと来るって、人間煽られて、7枚も、8枚も入れたら、おかしくなるよ。先まで10回で、ね、その10回になる前からもう、心のどこかで、これも無理なんじゃねえと、出てたよ。先まで全然199。
ていうのに来ないんだもん。50% って言われてるのに、全然先バレじゃないとこで当たんだもん。そして単発、こんな頭おかしくなるよ。本日の投資は68,500円。回収10,000円ちょっと。今週の信頼3日間で合計では勝った。でもみんなにわかるだろう。気持ちでは負けた気分だ。リングさえ打ってなければ、すげえ気持ちいい勝ちだったのにな。来る。きっと来るわ。信じちゃダメです。ヤバでした。やっぱラッキートリガーは勝てない。